はい、じゃあね、今回もミリオンモンキーズやっていきましょう。お願いします。前回はここ東京で、ボスを撃破したので、今回はこっちコンテナターミナルの攻略からですね。前回の終わりにレーザー砲の破壊かとかって言っちゃったんですけど、まだっぽいですね。この次だったかなと思います。なんでこれはズイズイズイと進むだけっぽいですね。やっていきましょう。でですね、ガチャメカなんですけど、なかなかこうね、墓の方で見ていないガチャメカが作れそうになくて、今回ね、お土産ないんですよ。いや、僕もボケたい気持ちは山々なんですけど、ちょっと前回に引き続きこの落とし前ブレードのみで行こうと思います。まあそのお詫びといってはなんなんですけど、まあ技をね、こういろいろ使っていけたらなと思うので、これ説明ちゃんと見たことないですよね。だからこれちゃんと読んでうまいこと使っていけたらなと。バズーカいっぱい使ってますね。でバナナロケット、はいはいはい、ブレーキが効かない、あれこれじゃないのかな。一回なんかよくわかんない感じになったバナナの技ありましたよね。でピポサルウェーブ、これは魚群ですよね。地上の敵、あ、そうなんだ。浮いてる敵はダメなんですね。でサルランブ、これ見てないか。あ、でもバナナをぶつけ、あれこれかな。わかんねえ。でゴリアックアイ、ゴリアックヘッドを起動しレーザーで攻撃、広範囲か、悪くないですね。地上のみ、戦艦射撃、広範囲がいっぱいあっていいですね。ゴリアックハンド、悩むな。ちょっと待ってくださいね。バズーカはいっぱい見てるから抜いちゃうか。じゃあバズーカを、そうだな、これ強そうですよね。ゴリアックアイ、これにしましょう。これは地上のみね。ちょっと一回じゃ覚えきれないと思うんですけど、まあ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 、セットだけしますか。で、バナナロケット。これも変えちゃおっかな。ちょっと見てない可能性あって申し訳ないんですけど、このゴリアックハンドが魅力的すぎて、パンチと衝撃波、OK です。じゃあ一旦これでいきますか。まあ、ランブとかも使っていきたいですね。じゃあやっていきましょう。で、もう一個なんですけど、まあ、あまりに、ちょっと、これまで、手応えがなかったなぁと思ったので、難易度を1個上げてハードにしてみました。まあ、前回その、めちゃくちゃ苦戦したのはちょっと忘れてもらって、まあ、ハードにしてみたので、少しはね、歯応えが、出てくるといいんですけど、強すぎても困っちゃいますよね。難しい。ガチャメカ自体はね、ほぼ初期装備なんで、ほぼっていうかもう全部初期装備ですね、これ実質。おら、お前逃げるな、引き余る。ああ、間違えた、ごめんなさい。あ、メカも外しちゃった。おら、落とし前つけろ、ゲッチュー。あ、で、ロボットありますね。どうしよっかな。さっきあいつだけ縛いてから拾いに行きますか。ほら、お前なんかこれで十分だ、ゲッチュー。猿の勝ち。あ、なんか増えた、なんか増えた、乗っちゃおう、ライドオン。で、あ、なんかいんな、でっかいの、うっとうしいですね。ちょっとあいつからやるか。違う違う違う、あ、でもあっち行ってくれたから、もうこのまま行きますか。なんだお前、こんな裏切り者。あ、でも当たんないな、あいつ猿ステップ使ってますね。あー、しかもこっち来た、やばいやばい、強いのが来た。これは逆にロボット乗ってると難しそう。てかライフ多いですね。これハードにしたからかな。こうね、ただテンポが悪くなるだけだったら嫌なんですよね。よし、やったか。よし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 、次お前だ、お前、ゲッチュー、お前もだ、ゲッチュー。コンボですね。よし、じゃあ飛んでるやつはこれミサイルで行きますか。どこ行った、いた。そしたら射程に入ったら、でもロックできないな。うわー、くそ、壊れちまう前にとりあえず撃つか。いや、やっぱロボット乗ってるやつの HP 異常に多いですよね。入ったな。
あーそうなんだ、難易度変えると HP が上がるだけなのかな。相手の攻撃力とか上がってるんですかね。ほら、とりあえずもうこのロボットがぶっ壊れるまで酷使してやる。あー壊れた、すまん。しょうがない、やむを得ない犠牲だ。ただこれ奪いましょう奪えるかわかんないけど、でもこれあんま強くないんだよな。しかも壊れちゃいましたね。ゲッチュ、猿の勝ち。で、うわーでかいの来た。でもなんか火力も上がってるっぽくないですね。上がってますこれ、音が低すぎいやー HP だけ上がっちゃって困っちゃいますね。あれどっから撃ってきた、後ろのやつか。うーん、まいった。あでも普通にもうライフもう6割くらいか、まずいですね。あーくそ。あーっていうか猿変えてくんの忘れましたやばい、前回に続いて陰湿な弟の方になっちゃいました。まあいっか、今回もこの脱粉戦士に活躍してもらいましょう。あっちのちっちゃい方のメカのミサイルはあんまり大きくホーミングはしないっぽいですね。じゃあ厄介なのはこっちだ、大きい方。お前からしばいてやる。全然撃ってこないじゃん、舐めてんのかな。でももうあれですね、弾がくっそったべー。あ弾ゲット、欲しい弾欲しい。もうこいつはやむなく近距離でいきますか。ほらほらしばけ、よしどついてゲッチュー。これで先に進めるんですね。どっかに哺乳瓶落ちてませんでしたっけ。あ、なんだろう、あのロックしてるやつ。あ、そういえばなんですけど、まあなんでしょう、ちょっとあの裏の事情というかで申し訳ないんですけど、まあようやくですねあの先日墓の方の動画をアップし始めまして、まあありがたいことにねコメントとかいただいたんですけど、なんか隠し猿がいるみたいなお話があったような。あこれのことかな、これのことですかね。あなんだよ、ちゃんと武力持ってんじゃんこいつ、なんで隠れてんだよ、くそったれ。なんでまあそういうのもねちょっとあの反映するのが遅くなって申し訳ないんですけど、まあ探していけたらなと思います。他にもねいろいろ教えてもらって、まああのほんとごひいきにしていただいてありがとうございます。あのちゃんとねこうやって声に出して口に出してお礼を言う機会ってなかなかないので申し訳ないんですけどね。よし、そしたらとりあえずあっちの敵しばきますか。あれなんだあいつ、舐めてんのかなよし、こいつは能武力ゲッチューで、やっぱ多いな HP ダリこれなんか難易度が上がるってよりなんかだるさが勝っちゃいますね。ごめんなさい、ちょっと尺が長引いちゃったら申し訳ないです。お付き合いください。いけ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 、サルステップからの猿、あ、ゲッチもね、こうするとなんか遠距離で、あ、ほんとだすごい、これも教えてもらったんですよ嬉しい。そうなんですね、これは知らなかったです。ダン、あれ、ダン、あとね、あとね、はぁ逃げられた、俺が下手くそなばっかりに申し訳ないです。でもあれでうまく使えるようになったらいいですね。まとめて、ちょっと、ほらほら、その動画見える、あ、あ、やだ、うわどこだ俺、中か、あれこっちでしたっけ出口。ふー、悔しい、突き落とされた海の木図とかしましたよ。許せ、あ、こいつ、武力あんのか。なんだいつ、舐めた姿勢で銃打ちやがって、本気でやれ。ゲッチ、お前もだ、ゲッチ。なんかこうね、逃げていく敵がいたらね、うまいこと背後から遠距離ゲッチをしたいんですけど。あーで、ブラサン猿が5匹？少ないよ、全然少ない。その店員の数じゃ金剛星をマークしきれんぞ。よし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 、猿ステップ猿ステップ猿ステップ。こいつ何もしてこないですねさては敵いない、いいやつもいいのかな。両親が痛んでるんですかね、裏切っちゃったことへの。あ、でもロボット落としましたね。ライドン、あ、違う違う違う、ライドン、これ何でしたっけ。待って、ロックが違う、もっと手前のやつがいい、手前のやつ、なんでそうなっちゃうの。ごめんなさい、なんかこいつ首グリングリンするんですよ。これは違うな、じゃガトリングでいきますか。首グリングリンするのやめてほしいな、これ使いにくい置いちゃおう。もう普通に倒しますね。なんかロボットの中でもひときわ使いにくかったですね、あれ。ゲッチ飛び上がって
よし、ちょっとした。よし、やれやれ、こうだ。ボコボコにしてやれ。キャッチュー。小銭ゲット。で、あそこに哺乳瓶ありますね。覚えておきましょう。これで。ロックして。よし、落ちた。こっちのもんですよ。キャッチュー。ターゲットってあっちもいいのか。違う、でもそうじゃない。よし。落ちろ。よし。うん、戦いやすい。間違えた。ゲッチュ。墓に比べて近距離戦闘はしやすいですね、全然。まあ、もう向こうはおじいちゃんなんでしょうがないですけどね。よし。ボコボコだ。よし、ゲッチュ。下手くそかな。すいません。よし。ちょっと哺乳瓶あるけど意味ないんで、もういっちゃいます。あー、で、何これ。なんか遠距離武器持ってます。うわー、やばい。ちょっと厄介そうだぞ。こんな夫人でしたっけ前回。うわマジか、先回りされた。これは難易度関係あります？ないですよね。よく墓あれ突破したな。マジか、なかなかありますね、五人勢のくせに。でも金棒星はそんな甘くない。よし、ただ弾が心配ですね。うん、ゲッチュ。おしゃぶりも、あーじゃない、哺乳瓶もしゃぶっちゃいます。これは上行った方が早いかな。おい、よし、やべ、上から陰湿。あれ、やられてる。マジか。おら、ルーレットアタック。ゲッチュ、あとお前だけ。うん、ゲッチュ。なんとか難は逃れたんですね。ターゲット1/4、全然足らないな。あとどこだ、こっち側にいるってことですよね、多分。いない？進んでいいんですかね。進んじゃいますか。あ、弾は欲しいな。よし、じゃあ行きましょう。あ、こいつらか。こいつらで1/4ですね。よっしゃ、技打つか。そういえば広範囲の敵。じゃあまず頭から行きましょう。一応視界に入れときたいな。今、あっくそ。うわー、舐めた真似しやがって。いけ、ゴリアックヘッド。あーい、あー、そういう感じね。残念、近すぎだ。ダメなんだ。もう一個あんだよ、でも秘密兵器。できるだけいっぱい巻き込みたいんだけど、贅沢は良くないかな。一体殺せれば同じ。いきますか。はい、当たるかこれ。近すぎるかな。あー、違う、ごめんなさい。あ、でもまあいいや、結果オーライ。これ魚群ですね、間違えちゃった。すまーん。今度こそ、まだゲージはあるんで。あー、なかなかこう、やっぱ初めて使うと射程距離がわかんないから。この辺？どや？あーむ！ドーン！来た！当たれば強そうだけど、ちょっと遅すぎますね。あー、そっか、なかなか難しそうだけど、あんまり動かないボスとか、あとロボットとか相手にはもしかしたらね、すごい火力があったっぽいんで活躍してくれるかもですね。今後に期待です。あ、こいつガードしてくんな、うっとうしいですね。普通に1対1で。よし、ゲッチュで橋が降りると。うー、すごい時間かかってますね。ちょっと哺乳瓶だけしゃぶってから行きますか。もう一よし、行きましょう。明らかにこう尺伸びてるんで、やっぱ難易度でライフが増えてるんでしょうね。これどうします？どっちがいいですか？もっとサクサク行くのと、まあ俺が阿鼻叫喚する姿を見せるのと。難しいですね。よし、いけちゅう。あー、ごめん、そこまでするつもりはなかったんだよ。まあいい、ちょうどいいか。金棒星を裏切った罰だ。あのくらいがちょうどいい。弟は優しすぎましたね、今。あっとしな、落ちた。あー、もういいや、なんかバチバチしてんね。飛びますね、あれ。あー、もうめんどくさい、めんどくさいから行こう。あいつ
これはもう遠距離するしかないんですかね。全然抵抗してこないけど。ちょっと、あ、やっと気づいた。こいつアホなんかな。店員の気配気づかないタイプだな。これ後藤行為してて後ろからトントンって、肩トントンってされるタイプですよこれ。間抜けだな。そんなやつ鼻から金棒星にはいらねえんだよ。よそ行けよそ。で、この上はなんとなく覚えてますよ。もう近づくか。あ、くそ、あといった。こいつだけ、こいつだけ、こいつだけ、届かない、届かない、届かない。やばい。ちょっとあいつ金棒星魂に欠けてますね。男の怠慢で遠距離使うのは良くないと思うよ。それスペクターさん教えてないだろそんなの。で、ターゲットが減らんぞい。こっち？これ下なんでしょ？なんもない？あ、一応ロボットいますけど、あれ倒す意味あるかな。なんかもっと先の方でさ、まとめて出ませんでしたっけターゲット、このステージ。あれって倒さなきゃいけないのかな。その周りのこういう、まあ一見関係なさそうなやつらをしばかないと出てこないんですかね。わかんないな、できれば倒したくない。あ、でもあのポイント、まあこういうゲッチュとか敵倒したりとかしてポイントを稼ぐといいチップがもらえるみたいな噂があるんで。お、なんかハマってるハマってる。まあこれも無駄じゃないのかな。キャッチャー。お、なんか出てきましたよ。また3体か、懲りずに。少ないんだってそれ。全然足りないよ。ゲッチャー。どこ行った、どこ行った、どこ行った、どこ行った。え、ダメ、ゲッチャー。だからゲッチにも意味があるんですよね。ふん、あー惜しい、惜しかった。あと5分あれば全部取り切れたのにな。閉店でしたね、もったいない。どっち行けばいいんだ。おわ、くそ、右打ちか。しょうもないことしやがって。ゲッチュゲッチュ。あと1体は落ちちゃったかな。いや行こう。あの上にあるのは小銭か。隠れ猿とかってそういえばね、どういうとこにいるんでしょうね。ここいないよな、わかんないですね。こっちは、こっちはでも、あーでも初めて来るか。この下迷った、ひょっとして。迷ったな、迷いましたね。とりあえずあの敵の方向かいますか。迷っちゃいました。あ、近い近い、そんなグイグイ来んなって、引かれるよそれ。あんまグイグイ来ると女の子戸惑っちゃうんだよ。積極的すぎも良くないよ。それは空気を読んでいないだけ。あー遠い。ちょ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 、プレーゲッチュ。ロボットはいっか。なんかちょっと、うわー、なに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 。なに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 、スイッチいたの。こんなのありましたっけ、墓の時。覚えてないんですけど。とりあえずゲッチュ。あー、ブラーゲッチュ。お前もゲッチュ。あー、ゲッチュ。40ゲッチュですって、奥さん。大収穫ですよ、これ。小指落とし放題です。ブラー、そうまどう見えた。この上から渡っていって、あそこの離れかなに行けばいいのかな。向かいますね。ロックオン、ゴー。お、弱すぎ、ゲッチュ。ただこれあの来た場所なんですよね。すぐそこに橋があるんで。こんな近くにありましたっけ。あー、うっとしうっとし。いけちゃ。したらあいつも、あいつ、あ、武力あるな。油断させやがって。おら、はっはっ。ごめん、浮いてこない。死んだか。いやー、金棒星なー。確かに怖いグループですけど、暴力、あ、暴力が振るうわ、暴力が振るいます、いっぱい。ただまあその命を奪うってことまではなかなかしない組織なんですけどね。ちょっと今のはやりすぎましたね、スペクターさんに怒られちゃうな。でもしょうがないとこありますよね、これ。弟くんが悪いかというとそうでもない。勝手に飛び込んだまである。いけちゅう。地下に行くことを悟った裏切り者が自ら身を投げたっていう説を押します。これ届くんじゃね。よしよし、届く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 、ぐら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 。いいね。なんでわざわざこっちの射程範囲に入ってきたんだ。でもこっちじゃねえじゃん、残念。まだなんかいんな。ほら、落ちろ落ちろ落ちろ。よし。あーで、まだいんな。
もう、こいつらか？こいつらターゲットか？違いますよね。なんか赤いのが出てきたんじゃないかなって、うろ覚えですけどね。やばい、逃げられちゃう！あ、くそ、変な。カメラがいらんことするから逃げられちゃいましたよ。X 軸ブレた。ゲッチ。これ帰ってきたらいっぱいいるとかありましたっけ？ない？ないですね。あ、なんかこれ覚えてますよ。これがターゲットか。さっきまでいなかった気がするんですけど、やっぱあの辺の雑魚を一掃してから来ないと出てこないんですかね。お、なんかすごい連撃を叩き込んでる、連撃を叩き込んでる、連撃の方だ、連撃の方だ。うわー、ぶねー。よいしょ、じゃあ一匹。危ない危ない危ない、落ちるってそれ命に関わるから。あー、危ない、入った、あったあったあった。あ、でも火力は大したことないですね。なんでビビらせやがって。したら行きますか。行け、ご利益パーンチドーン。お、え、すごいすごいすごい、衝撃波も含めたらすごい量減った。今のは有用じゃないか、なかなか。はい、あー届かない、ゲッチ。あ、1増えましたね、ターゲット。ただこの後すぐどっかで出てきた気がするんですよね、残りの3匹。どこだっけ。ん、あれ倒せばいいのか。いたー、返された。よし、行け、近距離戦だ。あー、めんどくさいな、結構多いですね HP。 技は次の3匹に取っておきたい今日この頃。こっちで、あ、こいつらで最後だろう。いやー、長かった、30分。やばいってこれ、どうやって編集しよう。今から編集が憂鬱ですよこんなの。あー、くそ、お前らまとめてぶっ殺してやる。はい、まとまって、まとまって、みんな一列に並んで、みんな並んでまとめて殺すから、まとまって。もういいや、うっとしい。どの辺これ、当たる、いけ、ゴリアクパーチ。うぅ、どう、聞いた。あ、でもあんまり頭でいきますか。ゴリアクレーザー。あ、待って、落ちやがった。登ってきたら、登ってきたら、あー、もうこれやんないほうがなんか早いかな、あいつなんかアホやってるんで。もう行っちゃいましょう、ゴリアク。あーい、いけー。なんか盛り上げた割にですね、普通にやるか。あのやつは何やってんの、下のやつは。勝負の水をさせないでくれる。落ちちゃったし、もう。あれ落ちた、あれ、あれ隠し猿かな。ゲットしてみます。違う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 よ、こっちこっち、違う違う、それじゃない、ロックしたい。おい、邪魔すんな。ほい、あ、ゲッチュできた、嬉しい。こういうことかな。この川深い。どここれ。はーい、残党狩りに戻ってきました。どうしよっかな、これ落ちるとめんどくさいんですよね。ここは大丈夫、さすがに。よいしょ、よし、で、どこどこ、いた。最後はじゃあ怠慢で一騎打ちで蹴りをつけましょう。近距離武器で相手してやろう。ほら、落ちろ。魚の餌。いやー、長くなりましたがミッションクリアです。長いですね。そしたらどうしよっかな、ちょっとめんどくさいですけど、ボス戦は難易度上げますか。それ以外のステージはノーマルでやろっかな。これ